はい、皆さんこんにちは。畑中典和です。今日ですね、健康な体とオメガ3脂肪酸、このことについて述べていきたいと思います。加齢に伴い太りやすくなってくる。太りやすくなるとどうしてもね、食事から脂質を排除してしまおうっていう方多いんですけども、脂質も重要な栄養素の一つなんですね。三大栄養素の中の一つです。糖質、タンパク質、そして脂質。この脂質の要素なんですけども、役割は細胞膜を作ったりとか、ホルモンの材料になります。ですので、人間の体を維持するために絶対不可欠なものなので、少量でもね、ある程度絶対必要なんですね。取らなきゃいけない。でも取るのは分かったけど太りたくないっていう方多いと思います。その時におすすめなのがオメガ3脂肪酸、これを覚えておいてほしいです。オメガ3脂肪酸はもちろんさっき言った細胞膜を作ったりとか、ホルモンの材料になる、プラスアルファ脂質の代謝ですね、脂質をエネルギーに変えてくれる役割もありますので、ダイエット効果があります。で、さらにですね、ダイエット効果だけじゃなくて、健康な体的にもこの腸の状態を良くしてくれるんですね。腸内細菌の活性化をしてくれて、どうしてもですね、こう人間の体、腸の状態が悪くなると不健康になってきますので、この腸内細菌を活性化してくれて、で、そんな腸内細菌が活性化してくると筋肉が増えやすく、体脂肪がね、落ちやすくなります。筋肉が増えやすくなって体脂肪が落ちやすくなります。ですので、ダイエット効果にもプラスアルファなんですね。ですので、ぜひこの腸の状態を良くする、健康な体的にも太らない、太りにくい体のためにも、このオメガ3脂肪酸大事ですので、ぜひ取ってほしいなと思います。オメガ3脂肪酸入っている食材として、まあ有名なのはね、青魚ですね。まあ、イワシだとか、サバだとか。あとは、イクラですね。イクラなどもおすすめです。私ね、まあ、お寿司結構好きなんですけども、必ずそういったもの、あとイクラもね、結構つまむようには意識しています。で、魚も週に3回ですね、青魚を取るようにはしていますので、まあ、そういったようにですね、肉を取るだけじゃなくて、魚、この健康的なバランスを保ちながら、さっき言ったダイエット効果もあるね、このオメガ3脂肪酸、ぜひ取ってみてください。はい、今日はですね、健康な体とオメガ3脂肪酸についてお伝えしました。今日の動画が良かったら、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日もお会いしましょう。さようなら。